シエーナのカンポ広場カンポ広場はイタリア共和国トスカーナ州シエーナの中心部にある歴史的な広場で中世の広場としてはヨーロッパで最大のものの一つであるカステルベッキオ、サン、マルティーノ、カモッデーヤの三つの丘が合流する窪地に作られているため扇のような形状をしており扇の付け根に向かって傾斜になっている元々は起伏の激しい土地であったが徐々に 街路、アクセスの整備が行われ、13世紀末から14世紀半ばまでの期間でほぼ現在のような状態になった。年2回、競馬が広場の外周を回る形で開催される。13世紀以降、コムーネの成立によりイタリア諸都市における政治の中心がドゥオーモから視聴者に移るようになってからの広場の特徴として、規則的なデザインが挙げられるが、 漢ぽ広場もこれに漏れえない。景観を維持するため建築に関しては、都市条例によって特に厳しく規制が行われ、専門の役人、装飾監督官の管理のもと建物の高さ、幅、窓や扉の形、さらには素材に至るまで細かな規定に従って作られた。またそれらの適用は、公共建築はもちろん、視聴者や日々整備される広場の街並みにバランスが取れた。 建築であるよう広場の周囲を囲む詩人のパラッツォにまで広く及び、現在ではその構造の完全さが世界的に評価されている。広場の最たる役割として、市場の開催地としての機能が挙げられる。視聴者の向かいには広報的に商業を行うことを許された者の,の登録書として、商業会館が設けられ、広場は経済活動の中枢を担っていた。また、 商業空間としてだけでなく、ドゥオーモに代わり条例、判決の布告さらには公開処刑など公的な権力が執行される支配空間。さらにエルモーラ、またはプルニャと呼ばれる、模擬戦や貴族による牙や理事会などが模様される、スポーツの舞台や賭博場としての社交空間という側面を持っていた。加えて、説教の場として宗教的機能を模有し、 極めて多機能的な空間であり、市民の生活の中心としての役割を担っていた。広場の北西の端に建設された泉、1343年に着工、1348年に完成し、除幕式が行われた。ガイアとは、喜びという意味。地下水道の完成への人々の歓喜の声に、由来するとも、幸運と祝賀をもたらす泉であるとも言われ、その由来には、 諸説ある。15世紀には彫刻家、ヤコポデ・ラクエルチャにより彫刻が施されたが、現在の広場で見ることができるのは1858年に取り替えられたレプリカであり、現物はプップリコ宮の回廊に展示されている。ありがとうございます。